ということで今日はワカサギ釣りですよ。しかも今日天気がもう抜群すぎて今日はテブラセットでこういうテントの中でやるわけなんですけど、はい、ここのワカサギ最長で15センチぐらい、15センチですね、はい、もういるらしいのでちょっと新記録狙いつつ、はい、何でしたっけ、デカ釣りチャンピオンでしたっけ。デカ釣りチャンピオンになれたらね、多分動画も跳ねるし、やばいっすね、はい、じゃあちょっとやってみたいと思います。行きましょう。ありがとうございます。うわ、すごい、ちょっとおお、おお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 お、これだからさ、こん中でしょ、っていうことっすね。うわー、あ、あー、そういうことか。疲れた、疲れた。だからあんまでもね、下行きすぎてもいないっすか、引っ張れない。あー、確かなるほど。じゃ普通にこのまま竿で上げれるぐらいにしといた方がいいのかかな。だね、結構行ったんだけど。結構行くよ、まあ、そのだからいろんなこと動かせないのがいいのかな。なかなかずれないね。来ないね、マジで来なくなりました。すげえ来ないね。ローズは嫌なんだけど。違う子が行ってみようかな、勝手に。やば、ヤンキー。なんか場所って。釣れない日なんすかね。ストロっすね。22番ハウス。22番、はい、いいんですか、に移動していただいて全然問題ないので。すいません、ありがとうございます。いやいやいや、22番。深さってどれぐらい、川の深さは 2,3 メーターなんですけど、釣れるところとしてはだいたいそこからまあ10センチ20センチぐらいちょっと巻き上げたところにだいたいいるんですよね。あ、じゃあそんな深くないですか。そんなに深くないです。もう一回糸が緩むまで下まで下げて、糸が緩み切ったらちょっと巻き上げて、あ、そのぐらい行くんですね、はい、下まで。そういうことですね。全部下まで下げちゃってください、うん、あ、なるほど、なるほど、うん、あ、なるほど。ちょっとでもそれやってみないってことにはちょっとまだ粘っています。じゃあ、あ、わかりました、はい、ごめんなさい。いい、どんどん。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そのやり方を踏まえてじゃあやりましょうか。いきますか。緩めるまで垂らしてちょっと巻いて、そこでノストップ。夢って信じられない。来た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 。え、二人とも？来た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 。うわ、まあ、えー、え、結構結構浅くないけど、いや浅かったね、結構深かった。うおー、一匹目、さすが。うわ、すごい、ありました。いるわこれ。でかい、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 でも10、え、でかい、でかい、でかい、 10? あ、でも10ないな。いや、10はあるでしょ。10ぐらい、これで10ぐらい、以上、今日のレコードじゃない。確かに、確かに。うわ、でかい。やちょっと、そっか、これでそんなもんだったら15ってどんなの。結構でかい、確かに。あゆぐらいでかい。ちっちゃいってなっちゃうね、なんかこんな釣れたら。すごいちっちゃい。しかもさらっと釣ったね。
マジ俺釣れない。うわやば、いい感じだ。よし、え、でかっ。いや、でかいわでかっ、でかっ。太ってる、太いね。え、これ15センチってやばくない？やばい、ただの魚だわ。ですよね、食感もないな。店に出せないレベルのが3匹。よし、あ、来た、あ、来た。どういうこと、全然わからん。でかい？でかいでかいでかい。でかい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 。同じぐらい。もっとでかい。え、でかっ。でかっ。同じぐらいだ。あら。え、でかっ。あれ？ザラメで洗うんですよ。サビ取りと、はいはいはい。意味合いです。あ、しっかりと。いいな。わあ。すごい。なんか、あ、すごい。へえ。ザラメ。味は甘くなったりは関係ないですか、これ洗う。ザラメってやっぱ汚れ、ぬめりとか取れるのかな。塩のイメージがありました。で、あー、葉っぱの、そうですね。でも、葉っぱ先だと、ね、調べたらいろんなの入ってきて、緑茶とか、牛乳とか。こちらではザラメを推奨してると。そうですね。はい、そしたら、はい、さあ、ということでワカサギ釣り、挑戦しました。あ、ちょっと難しかったね。あんまり釣れなかったよ。俺ら合計15いないでしょ。いないですね。はい。釣っちゃってたじゃん。はい。大きいの。3匹ぐらい。まあ、ということで、でも楽しいワカサギ釣りでございました。ぜひ北海道来られる方も楽しんでいただきたいですし、まあ、在住の僕らでもめちゃめちゃ楽しめたので、冬ならではの遊び、ぜひ皆さんワカサギ釣り楽しんでください。ということで。